ジョルジュ・カン・ギレムジョルジュ・カン・ギレムは、フランスの哲学者、科学哲学者。1904年、フランス南部の町、カステル・ノー・ダリの上流農家に生まれる。パリのリセで、アランに教えを受ける。リセ卒業後、高等師範学校に入学。同級生に、サルトル、ポール・ニザン、レーモン・アロンらがいる。1929年から、リセの教員となる。 トゥールーズで教えている時に医学の勉強を始める。1955年、哲学博士論文を提出。バシュラールの後任として、ソルボンヌ大学の教授、国立科学研究センター所長となる。フランスの科学哲学学会を長らくリードした。元来の医学への関心が、医学の基礎を東方向へと向かい、歴史的、 哲学的なアプローチを土台に据え、バシュラールの認識論的な科学史の道に進んだ。例えば、バシュラール流の認識論の立場から生物学を根本的に問い直し、生命を物理的、科学的現象に還元する機械論を徹底的に批判しつつ、正常と異常の概念を生命に内在する規範をもとに定義し直した。こうした、経譜学的視点は、 ミシェル・フーコーや、ポール・ラビノーに発展的に引き継がれている。ありがとうございます。